はい始まりまりした給与明細チャンネルです今回は49歳パートの給与明細を紹介します。仕事内容は輸入チーズの加工仕事に必要な資格やスキルは特になし月の勤務時間が110時間で残業なし収入が月収10万仕事に対する不満は人間関係やりがいはないで給与明細です。基本給が10万6313円。 でそこに通勤手当が7,460円入って、総支給113,773円、そこから控除が1,371円引かれて、手取りの金額112,402円となっています。まああれですね、これが49歳パートの現実的な給与明細だと思いました。 やっぱ男性と違って子育てとかある分一つの会社で長く働けないのでパートとかでこの方も49歳で5ヶ月目なんですけど長く続けてない分やっぱ給料も低いのかなっていう印象でした今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします